証券コード 2174GCA。前回ご紹介した後、二度目じゃないですね。もう三度目か四度目か、結構ね、何度もこれ。 通知来ててるんですすけど去年ちょっと楽ししみにしています証券コード 2174GCA は日本とアメリカと欧州を中心に活動するグローバル M&A アドバイザリー会社です重要な戦力に関する問題などに対しての判断やアドバイスを求めているクライアントに対し幅広くサービスを提供しています M&A アドバイザリーを提供する上で潜在的な利益相反となる業務を避け公平なアドバイスを行うことに集中しているようです権利確定日は6月と12月年2回です気になる現在の株価はこちらです では、早速開けてみたいと思います今日は何が入ってるんでしょう中にはもう何も入ってません中にはなんと122つの書類が入っていたんですがまあ、こちらはですね封筒の頭紙ですここ隠してるところに住所と氏名が書かれていますこちら割愛します何だろうこれまたじらすなーおっじゃじゃーん クオ・カードですねこれクオ・カードですよね何だろうちょっとあクオ・カードです1000円分ですね間違いないですねこの銘柄からは何度も通知が来てというかねあの郵送代だけでもね株主全員にこれやってたらいくらかかるんだって感じだったんですけどねまあね封筒が届くたびに優待はいつになるのやらとついにねこのクオ・カード届きました本当嬉しいですねこれかっこいいんですよ M&A は日本を救う なしかも500円じゃなくて1,000円分ですいやねあのいつも言ってるように嬉しいですね単なるねクオ・カードなのでその辺で買えばいいだけなんですが優待としてももらうととねね喜びひししおです、ね、しかもね先ほどの年間チャートご覧いただいて分かるとおり権利落ち後に爆上げなんです僕はしっかり理覚しました100円以上も上がってますからねもうね次、まあ、もう一度買い戻すのにはちょっと ハードルが高いですかねこれからもね値動き見ながらチャンスがあれば買いを入れたいと思っています以上今日も超ハッピーなカズでした SEEYU! o